予防接種を開発したエドワード・ジェンナー総合診療医とは病気を心身から全体的に診療する医師である。病気の予防にも携わる。総合診療は患者の生活についての生物学的、精神的、社会環境に着目し、法ーリズム的な手法である。総合診療医は患者の特定臓器に着目するのではなく、全体的な健康問題に向き合って、 治療を行う。総合診療医は、その国のあらゆる年齢、及び性別の患者を診療できるよう、教育がなされる。一部の国の医療制度において、総合診療医は、プライマリケア保健センターに勤務して、チーム医療の中心的役割を担っている。その他の国の制度では、総合診療医は開業医である。日本では、 総合診療科を標榜して個別に実施されている。総合診療医が担う役割は、世界各国やまた、地方自治レベルでも様々である。先進国の都市地区においては、総合診療医は患者に密着した、慢性期医療、及び生命を脅かさない、急性期医療が主な役割であり、深刻な疾病の早期発見、健康教育、予防医療なども担っている。一方、 先進国の農村部及び発展途上国においての総合診療医は病院に準ずる救急医療や参加を担うことが多く、場合によりコミュニティによって運営される療養所の医療や難易度の低い外科手術なども行うことがある。ジェネラルプラクティショナーや GP という呼称はイギリスやアイルランド共和国などのイギリス連邦諸国では普及している。A 連邦諸国では フィジシャンという呼称は特定分野の専門医を指すことが多く、とりわけ内科学であることが多い。英連邦諸国においては GP の責務は明確に定義づけられているが、一方で北米地方では曖昧であり、家庭医やプライマリケアのような意味合いとなっている。医学界では歴史的に総合診療医の立ち位置は明確でなかったが、1950年代に 総合診療医は一つの専門領域として認知され、そのための専門教育が各国で施されるようになった。あとの1978年アルマータ宣言により、今日のプライマリケア及び総合診療医としての地位が確立された。経済協力開発機構は健康増進のための最も費用対効果が高い方法は GP によるプライマリケアであると述べている。英国は GP 制度を採用しており一時医療を担う。救急などの場合を除いて、担当 GP の許可なく、上位医療を受診することはできない。市民は NHS 医療アクセスのため GP 登録を行うよう義務を課されている。登録変更は自由に行うことができ、医師一人あたりの登録市民数は2000人ほどである。英国医師の32%は GP として就業している。 英国で GP になるには、以下大学卒業後、最低5年間の訓練に従事しなければならない。イタリアの医療は、国民保険サービスによる GP 制度であり、医師1人当たり最大1500人の患者を受け持つ。オランダの医療の一時医療は、GP に相当する家庭医が担っており、GP は約9000人存在する。一時医療によって、紹介を受けた者のみが二次。 三次医療へのアクセスを許可される。カナダの医療においては、英国の GP 制度に類似した家庭医療という領域があり、医学教育卒業生の40%ほどがキャリアに選択している。カナダの GP は政府から雇用されてはいないので、自由診療をも行うことができる。しかし GP の大部分は、州政府による公費負担医療保険プログラムから支給を受けており、 その支払い制度は、出来高払い、月給制、その他様々な制度が存在する。フランスの医療においては、マザン・ジェンラー・アラストが、市民の長期療に携わる。スペインにおいては、GP は公式には、アスペシャリスタス・イエノ・メディシーナ・ファミリア・ワイ、コミュニテゲアと定義されるが、一般的には、メディコ・デ・キャベセラやメディコ・デ・ファミリアなどと呼ばれている。多くの GP は、 地方自治体が運営する公的保険機関に就業しており、大抵月給制の雇用である。デンマークの医療では、プライマリケアの大部分は GP より提供され、GP への診療報酬は、人頭払いと出来高払いを組み合わせた英国類似の制度である。デンマークには、約4100人の GP がおり、1人当たり約1300人の患者を受け持つ。 ドイツの医療ではハウスルセットが家庭医療を担っている。日本の医療では GP 制度は実現されていない。一部、後期高齢者医療制度において、高齢者担当医として後期高齢者診療料を設ける試みがなされている。2014年には主治報酬が創設された。かつて1959年の医療保障委員会最終答申では、 イギリスの医療を参考に GP 制度の実現を強く求めていたが、日本医師会は医療の国営化、人道割制度につながるとして反対にあった。2009年の OECD 対日審査においては、日本は不必要な専門医受診を防ぐゲートキーパー制度を導入し、また総合診療医の数を増やし、かつ専門医の役割を明確にするよう勧告されている。 2018年度より開始される新専門医制度において総合診療専門医が新設されることとなった。ありがとうございます。